久々にで買いい物ししちゃいました中身は何かな開封しましょうってねタイトルに書いてあるっつうねヘヘヘッダダダダダんいやー楽しみだねホということでダダダンと今回買ったのはこれでーすこれちょっと待ってピッとどかしますかはい一回どかしてこれですね 某内って書いてあるの。某内ね。ねえ。内だって。はい。そうです。ダーンでっか !2 万ミリアンペアのモバイルバッテリーでござ重っ <laughs> ちょっと待って。え結構重いですね。ああ。多分これね、18650が入ってんじゃないかな。いたせるじゃなくて。 あの、円筒形セールのやつでしょうこんだけ重いってことは。あー。まあでも丈夫。そうだからいいですよね。あの、多分あの、なんていうの、ラミネートみたいなやつのリポじゃなくてね。ちょっとごめんなさい。専門的な話で。あの、あのすいません。はい。さあ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 。中身こんな感じでーす。あのね、重たいわ。 2万あるけどえっ、ー、とね、前ね、自分が持ってたやつは、まずこれでしょ、4700と、あとは、これですよね、あのダイソーのモバイルバッテリー。はい。この他にもまだもう一個。 はい。えっ、ー、とね。まあ、この他にもね、1万 mAh のモバイルバッテリーがあったんですけど、どっか行きました。はい。すいません。<laughs> 行方不明なんでね、ちょっとょ、はい、あの省略します。はい。1万 mAh のと比べるとですね、あの、これは5000ですけど、いや、これ4倍かとは思えないぐらい重たいですね。あら、でっかいわー。はい。 で、えっ、ー、と、前にも動画で紹介した通りね、ぽチちり動画でもやった通り、これがついてます。ここのボタンを押すと、あれつかないし、ちょっとこ、こ、こ、いきなり、本当はね、ここにね、あのー、なんていうの、LED ライトがつくはずですけど、いきなり不良品だよ、もう。 <laughs> ああ、もう頼むよ。まあまあ、これはいいんだけどね。本当はね、これつくんですよ。はい。つかない人はね、返品してください。まあ僕はライト使いませんから、まあこのまま使えますけどね。はい。充電しなきゃダメなのかなうん。ちょっとじゃあ、充電、刺してみますポチッとね。はい。そんなね、空になるとかってないと思うんだけどね。あと充電インジケーターがここについてますけど、 ああ、見えるかなインジケーター。ほら。一番下ですね。すっからかんってことです。すっからかんだから、充電したらつくのかなまだつかないですけどね。うん。ついたうん。あついてるけど、消えないね。 <laughs> しかもさ、あんまり明るくないけど。こ,これでいいのこれ。<laughs> えらい暗いんだけど。<laughs> 大丈夫なのかなじゃあちょっと付属のね、このケーブルがあるから、これでちょっと充電できるかどうか、ちょっとチェックしてみますかね。これでさ、給電がしながらだったら便利かもな。ちょっとどうかな。ちょっと生きるかどうかやってみましょう。 これを、じゃあまあ、ね。これでセットして、はい。あ、来た来たおあ、いいねあこれいいかもしんない。充電してます、充電してます。オッケーオッケー。あのー、つまりですね、これいいですわ。今すげえこと気がついた。はい。例えばね、宿とか入って、まあこれね、まあ充電するでしょ例えばこういうやつね。充電するけど、 うーん例えばこの、スマホも充電しなきゃいけない、モバイルバッテリーも充電しなきゃいけない、ね、Wi-Fi ルーターも充電しなきゃいけない。ってなった時に、ここからこう、なんていうの、給電しながらやればこ、この三つ、一つのコンセントでさ、えっと、三つのデバイスを充電できるってことですよ。これモバイルバッテリーとスマホと、全部充電できるってことですね。はい。裏技。うん。まあ、時間はかかるけどね、充電時間はかかるけど、まあ、そういう、 こともできるよ、ということですね。うん。まあもちろん3つコンセントができればね、3つ個別に充電した方が早く充電が上がるからね。うん。あの、あれなんだけど、コンセントが1個しかなかったってさそ、差し替えながらやったらさ、充電するの忘れたりするじゃん。ああ、これするの忘れたーっていう時に、これを全部繋いでおけば、ほっとけばさ、全部充電やってくれるからね。まあそういうのもありますよ、ということでね。はい。えーてな感じです。 まあ、なんせね、えっ、ー、と、レビューでもある通り、ここのレビューである通りね、バッテリーの持ちが良いというのがね、間違いないので、えー、まあ、これ今後ね、コラボとかやるときとか外、外でね、出先で、まあ、あの、動画配信、ライブ配信やるときにね、これ活用して、まあ、今後も使っていこうかなと思います。はい。あ、そうそう、前買ったね、モバイルバッテリーなんだけど、これは1万 mAh でね、めっちゃ軽いんですよ。これさ、 容量が倍なんだけど、あのー、<laughs> これ倍じゃないわ。絶対。3倍ぐらいあります。もっとかな ?4 倍ぐらいの重さに感じますよ。はい。これは1万でめちゃくちゃ軽いんだけど、はい。ただね、弱点が一つあります。それはですね、これですね。はい。ダイソーのモバイルバあ、えっと、えっと、LED ランタン使うとき。はい。えっとね、これ使うときなんだけど、これ刺しますよ。ちょっとこれ刺したらどうなるか。はい。刺します。 つかないんですよ、これ。つかないの。これね、一旦ね、他の機器。えっ、ー、と、こういう、まあ、スマートフォンとかのデバイスね。スマートフォンとかデバイスをまず一回挿して、で、このパイロットランプがついてから、刺すと、つくんです。こうやってね。はい。で、今回買った2万のモバイルバッテリー。まあ、つまりね、だからさ、あの、これ、車、車中泊なんかでの補助電源として、 まあこの1万のモバイルバッテリー長持ちするからね、これがあればもう一晩でも二晩でも使えるからさ、使い勝手がいいんだけど、まあそういうこの、一ステップが、めんどくさい一ステップが必要なんで、すぐにさせないという弱点があった。で、まあ、今回さ、2万のモバイルバッテリー買ったのはね、ひょっとしたらこの、つまりまセンサーがね、邪魔して、これがすぐつかないっていう弱点があったと思うんだけど、これはね、つくかどうか、ちょっと試してみたいと思います。ちょっと待ってね。はい。 じゃ、これね、刺しますよ。行きますよ。こっち逆だ。おお着きました一発で OK ですね。おおラッキー,うーん。これは、じゃああれですね、車中泊の電源ですね。えー、っと、まあ、ライト用の電源。でもう一ポート空いてるから、まあ、このもう一ポートはね、あの、モバイルルーターでもね、充電しながら、給電しながら使えますかね。はい。 そんなわけで、えー、まあ今回この2万のモバイルバッテリー買ってみた次第でございます。ちょっとね、重量は重たいですけど、えっ、ー、と、持ち運び、ね、バッグに入れて持ち運ぶとなったら時はちょっと重たいなと思うんだけど、うんと例えばの、自転車とかね、あとはその、車配信とか車中泊とかキャンプとか、えっ、ー、と、そういうような使い方だったら、これでもいいのかなと思いました。はい。 そんなわけで今回はこの某内のね、2万ミリアンペア激安モバイルバッテリー紹介しました。おそうそうこれね、値段が1399円でね、あの、ま、激安、超安っていうところもポイントなんですよ。えーまあま、他2万つったらね、やっぱり2000円以上するんでね、まあ、激安でいいよっていう人だったら、ま、あこれね、選んでみるといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回これを紹介しました。 はい。サトチューンチャンネルでした。<laughs> 適当でごめんなさい。さようなら。